以上6選手の対戦です回り込みを見せた5号艇、森高を制するような形で2号艇、村越敦がインコースに進入となりました若干深めの戦いということになるか2号艇、村越そして5号艇、森高一馬が2コースに進入次期シリーズは SG メモリアルも控えますがもちろん今シリーズも一層入魂の戦いでありますセンター3コースに1号艇森保弘正初陣を前に早くもキャブレターの交換整備を施してまいりましたここまでがスロー角の4コースに3号艇下田哲也4号艇花村拓也が5コースにそして6号艇大熊達也が6コースインコースの2号艇村越が100よりも若干深め風は追い風に変わっています第7レース予選競争インコースから2番5番1番 ダッシュ3番4番6番ですスタートしました、インコースそして外の2手バックストレッチに入りますか1マークの攻防もただいまのスタート判定中ですお手持ちの投票券は大切にお持ちください。 なお,お知らせいたします2号艇村越淳4号艇花村拓也5号艇森高一馬6号艇大熊達也はフライング変換決勝2番、4番、5番、6番に関係のある投票権全て返還となりますお手持ちの投票権大切にお持ちくださいそして2艇での構想ですのでその他にも不成立となる船券がありますお手持ちの投票権は全てお捨てにならず大切にお持ちください上位体系は1番、3番の体制となっています 先頭一号艇森保博正、二番手に三号艇下田哲也。一番、三番の体制、二艇の構想となりました。二周に回クからホームストレッチです。一号艇森保博正、先頭三号艇下田哲也が二番手。一番、三番の体制で最終周回に入っています。このレースから急に追い風に変わった水面。四艇のスタートアクシデントありました。二号艇村越敦、四号艇原村拓也。 5号艇、森高一馬6号艇、大熊達也はフライング返還決勝2番、4番、5番、6番に関係のある投票権すべて返還となりますお手持ちの投票権大切にお持ちくださいそしてその他にも不成立となる船券がありますお手持ちの投票権はお捨てにならず大切にお持ちください上位体系1番、3番でラストコーナー1号艇、森保弘正先頭3号艇、下田哲也が2番手2艇の構想となっています上位体系 1>, 1番、3番でゴール先頭1番森保ゴールイン2着は3番、下田ゴールインですなお2号艇村越4号艇原村5号艇森高6号艇大熊はフライング返還決勝です。おお手持持ちちの投票券全て大切にお持ちください 第７レースの着順確定をお知らせいたします。一着一番、二着三番以上でございます。第７レース払い戻し金はご覧の通り、二番、四番、五番、六番、四艇がフライング変換欠場です。